皆さんこんにちは、ゴーゴーレイチェルです。今日はですね、ニュージャージーのニューワークにあるレッドブルアリーナというところに来ています。何をしに来たかというと、 MLS メジャーリーグサッカー、アメリカのサッカーリーグを見に来ました。風が強いな。で、ニュージャージーのホームチームはニューヨークレッドブルズ。ニュージャージーなのにニューヨークってついちゃってる感じのサッカーなんですが、一応今は地元ということで、そのチームを応援しに今日はやってきました。ゴーゴーレイチェル。
だったけど、12位か13位だったけど、勝ちました、イエーイ。外国のスタジアムあるあるだけど、めっちゃ持ち込みが厳しくって、カバンがね持ち込めなかったね。せっかくおにぎりとか作ってきたのにね、残念でした。ちょっと早口を極めようと思って。ということで今回はアメリカでサッカーを見てきたの回となりました。いかがでしたでしょうか。また他にもこれからスポーツいろいろ見ていきたいなって思いますので、その時はまた Vlog にさせていただきます。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。もしよろしければ動画のグッドボタン、あとまだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。あと Twitter と Instagram もフォローしていただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。今日も一日元気でハッピー、ゴーゴーレイチェルでした。バイバーイ。